以上ぐらいの方は入ってない確率が高いということらしいですが、入ってない人は15人に郵送、まあ、あのこの月曜日ぐらいに、郵便局持っていくことに、次で、小野岡さんという一名の大先輩なんですけれども、相談したら非常に難しいことを言われましたので、桃太郎というのは本当に善人なのか悪人なのか、そこを私は研究しとるんやという話になりまして、また総会ということで、実は去年の総会、まあ、会社の、まあ、こういうとはいえ、欠席させて してしまうと大変申し訳ございませんでした。見ながら頑張りたいと思いますので、またご指導よろしくお願い申し上げます。以上です。